綺麗な肺を汚したいのか。このホテルでタバコとお酒が楽しめるのはここだけだもんね。うん、よ、姉ちゃんて。お客様、ここは。あ、パパを迎えに来たの。そうですか。ではジュースか何か。アイスコーヒーを頼む。かしこまりました。なんだ、一年中アイスコーヒーを飲むやつはおめえだけじゃねえだろう。この町で何を企んでるの。工藤新一で来たか。お待たせしました。よろしければこのレモンパイもお試しください。わあ、ありがとう。大変だなおめえも。バロ、口癖はバロか。あと僕ちょっとトイレ。なんだよそのメモ。お前若いのにトイレ近いのか。医者に見てもらえ。なわけねえだろ。分かったろ、大人は怖えんだぜ。脅してんだ。まあ心配すんな。おめえが首を突っ込まなきゃ何にも起こらねえってことだ。ねえ、そのメモに書いてない？俺は脅されたりすると燃えるタイプだって。めんどくせえ。パイはもらうね。あ、おめえパパって呼んだな。今かよ。これだ。どうしたの、ラン姉ちゃん。エミリオがいねえ。エミリオといる？一緒じゃないってどういうこと。その子も一緒なの。みんなで探してるわ。登ったら帰るって言ってるから。お父さんたちには。はい、預かります。ダメです、返して。ちょっと、なんか楽しそうじゃねえか。あ、わかった。そっちの電話。あ、おいしい。エミリオと一緒みてえだな。みたいだね。どこにいるって。知らない。ここは大人の取引と行こうぜ。僕行くね。終わった終わった。こんなのくちゃくちゃってしちゃうから、ほら見て、恋しちゃうからね。パパ謝るから。